はい、こんにちは。ということで、やっと思い出した。バンクシー。ずーっと人しゃべりしてる方がいて、なんだろうと思って、出る時に横浜で、そしたらバンクシー店、オリエンタルラジオの長さんがいて、あれみたいな、あーと思って、あ、顔でかみたいな、ははははと思って、ああ、そのねえ、TS さんも見たし、TS さんすごかったです。ああ、かっこいいみたいな。僕なんか、うちの中学にね、なんか橋本龍一郎さんって言っていまして、ストリートニュースっていう、月刊ストリートニュースなんか雑誌があったんです、昔。それにね、バリかっこよすぎて、もう中学の時からすごすぎてビビりましたもん。だって、ロン毛でファサファサして走ってたりみたいな、なんか、とかね、他にもね、なんかヤマピーさんのなんかもっと身長が大きい人みたいなの見たりとかもしてるんで、あーっつって、あーって 見た目は本当大事だと思います。まあ、僕は全然なんであれですけど、本当。でもね、そんなやつがね、こんな動画ずっと回してるわけじゃないですか。完全に頭いかれてますよね。でもなんだろう、そうなった時に自分の感覚を信じるのか、それともなんか周りがね、いやーって言ってんのに耳を傾けんのかってなった時に、でも不安になるんですよ、自分も。全然不安になる。うわーみたいな。でも、なんか間違えてないなっていう、そのなんか信念というか、これしかないっしょみたいなのあるんですよ、そういうの。明らかに、タイに来た方が、なんて言うんだろう、すごく、確変ステージなのに、来ないみたいな。やっぱ日本の常識から考えたら、確かに僕がね、タイマスって喋って喋く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 って、もう何やりていいんだよって思うけど、長いみたいな、いいじゃないですか。なんか、なんて言うんだろうな、なんか 日本、あ、そう、よいしょ、出しちゃったんだ、あれ、洗濯。何やりたいのっていうか、なんですかね。まあ、パワーストーンと結構僕の中では本当にカンナビスっていう、まあもう言っちゃいますけど、が、まあ相性いいんで、その方向性でなんか走ってる人いないなみたいな。あとはお茶とか。カンナビスって、大麻の事業ってあるじゃないですか。大麻関連事業みたいな。は、世界でもバブルでめちゃくちゃ伸びてるんですよ。本当もうなんか、なんだろう、なんとかバブル、なんだっけな、結構いろいろバブルあるじゃないですか、世界的な感じで。いや、いいなぁ、まさか自分がそこになるね、新しい形で来ると思わなかった。これは、袋が。なので、まあ、そこが一番でかいですよね。それを、多分、僕がタイにいるから多分気づくだけで、タイに来たことない人は多分全く分かんないと思うんですよ。日本からしたら完全に違法薬物なんで、あれみたいな。でも世界からしたらね、薬局とかお金出したりとかするんで、時流なんですよね、本当にその事業が。だから、まあ腹くくってそこをやるのかって言ったらあれだけど、まあでもお茶とかなんか自分の趣味ですかね、とりあえずその辺やってみて。まあでもね、本当バーストーンで言えば、本当ここ、いやいや、前回動画撮り始めてからの前とかと見てもらったら、見比べてもらったら違うんですけど、いや、部屋がアップデートしすぎて、あれれみたいな、あれれあれれみたいな、帰ってきたらなんか部屋がすんげえことになったみたいな。行く前のも多分どっか動画撮ってるんでね、多分ね、見てもらえたら。行く前は僕は荷物持ってて、はいっつって、グラブで待ってて、あれみたいな、あ、そうやったらなんか行って帰って、これでこんなんやった方がいいやみたいな、パスパスって200バーツぐらい抜いてく、伝われるんですけど、で行って、もうそこからもう荷物持ってくれて、ああつあつあつあってずっと撮ってて、まあでも何やりたいのかって言ったら、いつも僕の日常で、なんか僕なりの
なんていうの、ここほら歩きづらいじゃない、この感じ。そうなんですよ、このバーッと歩いて、あそこすごかったね、無限ループみたいな。ここでこれはきついんじゃないかな、これだよこれ下みたいな。そう、多分ね、回るのは好きなんだよ。ただここの物件いいのが、ちょっと鏡ずらしてあっちに置いたから、ちょっとおしゃれに見えるっていうぐらいで、そうぐらいかな。まあでもね、ほんとなんか何かをすればないかを失うじゃないけど、まあ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 面白いものですよ。ということで、引き続き自分を信じて頑張ってください。はい、頑張ってみー。